さあこの組はイボミがいます。2005年2006年の賞金女王のイボミ、去年は苦しいシーズンでしたからね。はい、これ第3弾。そうですね、やっぱりこちらサイドからやっぱり逆目ということでちょっと、ね、突っかかりましたね。さあ今日のフィニッシングホール8番どうだ、あっと惜しい。今シーズンは賞金女王の複数年シードでの出場です。賞金シードを失っていますので、まあ、非常に苦しい、まあ、シーズンではありますが、元野さん、はい、小澤さんどうぞ。イボミがですね、ハーフ上がってきた時に、はい、なかなかパッティングのラインが距離がね特に合わないというふうに言ってましたね。ああそうですか。